曲です。東京創原社さんから新刊 SF 記書コレクションが、このほど出ることになりました。もともと古典の SF、特に古い変な本が好きだったんですが、その古典だけでなく、どんどん変なもん、変なもの、変な古本を、変な SF を、集めていって、研究していくうちに、それを紹介したのが、これの前の本にあたる SF 起承転外だったわけですけれども、あちらの時には一応こう20世紀戦後の SF 起承を総括するという意味合いもあったんですが、今回はもう完全に、縛りをなくしたので、もう戦前下手をするとこうもっと昔の、古本も紹介してますし、逆に21世紀に入ってから出た、起承も、紹介してます。ですので、特にまたしかも、特に年代順ということもなく、もう とにかくテーマごとにそれに関連する本をこうどんどん調べて、紹介しております。でまた前回は割とこう本の作家とその本の中身の紹介にちょっと終始した感があったんですが、今回はその本を手に入れる過程ですとか、どんな風にその私の手元に来たのか、もしくはそこから始まってどんな調べ事をしてったらこんなことが分かってったのかみたいな経緯を盛り込みました。そういうこう古本を探していく経緯というところ、特にこう見つかった時の喜びみたいなものを、読者の皆さんにも、味わっていただけると嬉しいと思います。